皆さんこんにちは、神戸市民新井圭介です。2022年、11月18日、まあちょっと画面どうしてもねこの辺からライトがあったら今のデジタル時計を見やすいかと思うんですけども、まああんまりこだわってもしょうがないというところで、電波について、新井圭介の日記、まあホームページブログでもあるんですけども、あちらの14番に電波についてにという欄があるんですけども、そちらの方に、掲載しておきます。記載してる通り昔から電波障害っていうものがあって、で各テレビとかにややこしい機能がつけてあって磁界って言われてるらしいんですけども、こう耳鳴りがするでしょ、それコンピューターから攻撃を受けてるんです。それちょっとかわしたらピンポイント攻撃なら避けれるんです。ワイド攻撃なら残念ながら逃げるのかなり難しいです。そういう時はねどうするかって言ったらルール法律をしっかりと提示するんです。それ人権侵害だぞと。それとあと音声システムのそのアメリカが作ったシリっていうのがあるでしょ、あれで音声を電波が採取してるんです。エシロンというものがあって、それ公式に発表してるんです。で全国の新聞紙とかでもちょいちょい掲載したりしてるんですよ。例えば人間の音声を100年分ほど採取しているとか、コンピューターにデータ蓄積しているとか、喋ってる音声程度だったらね、データ容量はあんまり大きくないんですよ。ただ人口がここまで増えたら本当にそんなことできるのって、コンピューターのその記憶メモリーの方の媒体、今だったらパソコンで単位がテラまで来てますけども、まあメガバイト、ギガバイト、テラ、まあその他いろいろまだまだ上の方あるんですけども、それはねコンピューターについてっていう欄のところで単位のこと日本語に直して、まあジョーだとか最終的にヨタとか、そういうような海外の方はヨタっていう、ヨタバイトっていう、それ日本語のねヨタ話から来てるんですよ。本当はどう考えてもそうなんです。そんな単位のところまでたどり着けるわけないでしょ。コンピューターの体積どれだけ大きくするのって、まあそういうふうな話になっちゃうんですけども、まあ防御法を先に言っておきますね。例えば iPad とかスマートフォンでもいいです。で、磁界で攻撃されてきたら、たまに衛星から上から来るときありますから、なんとなく人間の感覚でわかります。どの方向から電波で脳にアクセスされてるとか、磁界で攻撃されてるとかわかります。iPad を天にかざすんですよ。来るなら来てみろ。こちらを特許、特許、iPad がついてるぞと。Apple 社、マイクロソフトとかとも組めるぞと。君たち同士で喧嘩するのかと。特許使用料とかもこちらもあるぞと。生産してる元とかね、いろんな会社みんなで繋がってるでしょうと。国連ちゃんとコンピューターが覚えてるかと。国連加盟国は本当はお互い軍事同盟同士なんだぞと。本当は分かりやすくするんだったら、お互い軍事同盟ですって、国連条項で一条だけ付け加えたらいいんです。そうすれば、世界中での戦車とかの飛行機とかの無駄な飛ばし合いとか、無駄な走り合いの燃料の削減っていうものが本当にできるんです。以上です。皆さんご清聴ありがとうございました。電波に対しての対応の仕方です。本当にどこが攻撃してるのか分かったところから訴訟ものですよ。以上です。